どうもー、ミツでございます。今回は登録販売者試験第3章丸47、皮膚の薬括弧5、覚え方過去問実演っていうことについて動画を撮っていきます。で、僕のチャンネルなんですけども、こういうふうに登録販売者の話とかですね、検証に当選しましたとか、幅広くですね、いろんな話はしていくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あとは動画が役立ったとか、興味ある動画だけでも見るよって方は、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話をしていくんですけども、今回はですね、皮膚の薬括弧5っていうことで、漢方のところまではね、ちょっと、一気にね、話をしていこうと思います。収斂、皮膚保護成分についてなんですけども、ですね、丸一として、酸化亜鉛なんですけど、これはですね、その概要のね、あの地の薬でも出たんですけど、ちょっとね、あの新しい覚え方っていうのをちょっと考えたんで、ちょっとね、ここでちょっとあの出していくんですけども、この酸化亜鉛っていうのはですね、この患部のタンパク質と、くっついてですね、膜を形成すると。それによって、皮膚を保護する作用を示すということなんですけども、で、酸化亜鉛なんで、酸化したけどね、会えなかったと。なんか目的の女の子とかがいてね、その子が来るから行ってみたんだけど、会えなかったと結局。それで、がっかりしてね、殻に閉じこもると。それがね、膜を張ると。もういいよいいよ俺は、みたいなね。いうような感じで、皮膜を形成と。そういうような感じでね、覚えると、これだけだとちょっとね、あれですけど、酸化したけど会えなかったという形ならいいんじゃないかなというふうに思いますね。あとは、このね、傷の部分にですね、薄い皮膜を形成して、保護することを目的として、ピロキシリンですね。括弧して、ニトロセルロースってはなってるんですけども、問題として出るときは、その、括弧書きっていう形でね、両方出ると思うので、これが使われることがあると。で、これはですね、別の動画でちょっとピロキシが出てきたね、回があったと思うんですけども、こっちはですね、このヨレヨレになっちゃったね、ピロキシを、例えばね、なんかこんなヨレヨレになっちゃったピロキシをピンとね、ビーンと貼るというような感じでね、こんななんかグニャグニャになったのピンとこう膜をピンと貼るというような感じでね、いいんじゃないかなと。いうふうに思いますね。それで似た名前としてね、ピロキシカムっていうのもあったんですけども、リンと、カムですね。じゃあこのカムの方は何だったかっていうと、同じね、今話してる皮膚の薬で非ステロイド性抗炎症成分の、鎮痛の方でしたねと。鎮痒っていうのもありましたよね、確かね。信用も ありましたね。それで、覚え方なんですけども、ロシア捨てないでと。非ステロイドなんでね、捨てろにあらず捨てないででしたよね。ピロキシ噛みながら、帰れない祖国を思うでしたよねと。ピロキシリンは、ヨレヨレになったピロキシを、ヨレヨレになったピロキシを、リンと膜を張るということでね、ちょっと名前は似てますけども、効果はちょっとね、違うということで、押さえておいてください。で、この丸1、丸2、いずれもですね、この患部が、湿潤または化膿している場合や、傷が深いとき、大体このパターン多いですよね。こういうときなどにはですね、表面だけを乾燥させて、かえってね、悪くしちゃう危険性があるので、使用を避けてくださいということですね。で、組織修復成分として、
アラントイン、ですね、これは何回も出てきますよね。アラ、壊れたトイン治ってるという形でね、これはもうさらっと何回も出てるんでいきます。で、ビタミン AU ですね、組織修復で、これについてはですね、今後今までもね、まあ2回か3回ぐらい需要競争保険薬見てますけども、まあこれについてでちょっと解説していくと。で、ビタミン A が夜毛症にね、まあいいと、夜毛症対策で使われるっていうことはね、もうある程度分かってるとは思うんですけども、その学校のね授業とかでも、夜間視力維持や皮膚や粘膜の機能を正常に保つために重要な栄養素であると。まあ、これは需要競争保険薬での話なんですけども、まあ、ここの話とも非常に絡んでくるので、それで、このね、ビタミン A を、主に含むね、そのお薬としては、この、まあ、レチノールっていうのが入ってましたよね、と。で、まあ、ビタミン A は、まあ、そのまんまですし、まあ、肝油っていうのもね、その、なんていうのかな、まあ、僕のね、その小さい頃とかだと、こう、肝油はいいとかって言ってね、まあ、肝油もね、ちょっと同じ意味っていうことで、これはちょっと、なんとか覚えてほしいんですけども、まあ、このね、レチノールに関しては、まあ、A 知能ね、まあ、ここですね。レチノール、A 知能ですね。A 知能で、暗くてもよく見えると。この A 知能、まあ、すごい知能っていうことでですね、まあ、そのロボットをね、ちょっとイメージしてもらって、まあ、僕とかだとね、そのまあロボコップとか、まあそういうあれなんですけど、まあ、最近だとね、ちょっと違う、アイアンマンとかなのかな、あんまり僕ちょっとね、最近映画見られてないんでわかんないですけども、まあそういう暗闇でもね、敵の居場所をわかるようなすごい知能をね、A 知能をまあ持ってるみたいな。まあその辺とちょっとこれをまあ絡めてくださいと。それでね、まあ、需要競争保険薬で、まあ、ビタミン A っていうのはね、どういうものに対して使われるかっていうと、まあ、この夜毛症取り目はもう分かってると思うんですけども、まあ、目の乾燥とかね、まあ、この辺のことにちょっと絡んできてるんで、まあ、その組織修復と、まあ、なんていうのかな、そのビタミン A っていうのはね、まあ、ドライアイとか、まあ、そういうのにもね、使われるんだっていうことをイメージして、その目にできちゃった傷をね、まあ、修復するとか、まあ、そういうようなね、イメージをちょっと持っていただくといいのかなというふうに思いますね。で、こっからもちょっと新しい、まあ、覚え方なんですけども、まあ、前説明した時はね、このまあ一般用医薬品におけるビタミン A のですね、1日分量っていうのは、まあ、この4000国際単位が、まあ、上限でしたねと。まあ、4000が上限でしたねと。ただですね、この妊娠、3ヶ月前から、妊娠3ヶ月ですね。だからまあ、ここを妊娠したとしたら、まあ、前後3ヶ月っていうことですね。までの間にですね、このビタミン A を、1日ね、1万国際単位以上摂取した妊婦さんから、生まれた新生児においてですね、先天性異常の割合が上昇したっていう報告があるよというね、部分前解説したんですけども、まあ、このね、4000とか3ヶ月前とか1万とか、いや、これは普通に覚えられるよっていう人はいいと思うんですけども、ちょっとね、覚え方として、まあ、大体ね、このビタミン A が4000っていうのはですね、なんか学校とかで聞いたことがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だからまあ4000で、3ヶ月以内のね、3000で頭文字の3を取って。で、まあ、結局ここをね、妊娠としたら前後で3ヶ月ですから、まあ、3、3って2個入ってますよね。だからもう1個3を、書くと、3000を書くと。そうすると、まあ4000たす3000イコール1万なんで、まあそういうイメージを持ってね、ちょっと覚えていただけると、まあ、ここの3ヶ月前がちょっとね、問題として出たり、1万が出たり、ちょっと穴埋めとか出ても、ある程度ね、対応できるんじゃないかなと。まあ、丸×でもですね。っていう感じですね。まあ、こういう状況があるので、妊娠3ヶ月以内の、妊婦さん、あとはですね、妊娠していると思われる女性及び、
妊娠を希望する女性では、医薬品以外からのビタミン A の摂取を含め、過剰摂取に留意する必要があるよと。で、5章のね、してはいけないことっていうところには、ビタミン A で主役、製剤っていうことで、併記されてましてね、これと一緒に。で、書いてある中身としては、このね、妊娠の前後3ヶ月という部分と、1万っていう部分がね、記載されているので、4000はね、書いてないんですけども、まあ、ここがね、第5章のところでは書いてありますので、今回のね、部分とちょっとページをね、お互いに振っておいてください。で、まあ、前回も説明しましたけども、まあ、人参などね、に含まれるベータカロテンはですね、まあ、基本的には、その過剰摂取になる心配は、まあ、ないとされているということもね、ちょっと押さえておいてください。で、まあ、血管収縮成分についてはですね、まあ、これはもう、アドレナリン作動成分は、ドリンとかね、ゾリンがつくっていうのはもう何回も説明してるんで、これはもうさらっと流していきますね。まあ、要するに、血管を収縮させて、止血効果を、期待して使うという部分ですね。で、次はですね、血行を、まあ、良くする成分。で、患部局所の、血行を促すことを目的としてですね、ヘパリン類似物質っていうのがあるんですよ。で、まあこれちょっとね、わかる人はわかるかなと思うんですけど、まあこれね、僕がそのもらったやつなんですけども、まあちょっとね、僕がこれを見せたっていうのをちょっと印象にね、残してもらって、まあ血行促進とかね、まあ皮膚の保湿剤ってなってますよね。まあ皮膚科とか行ってね、まあちょっとなんていうのかな、髭剃り跡がちょっとこう気になるとかね、顔が乾燥するとか言うと、まあ大体これ、処方されると思うんですけども。で、まあ括弧してですね、その構造中に、硫酸基、カルボキシル基、水酸基など多くの浸水基を持ち、高い保湿能を、有すると。いうことでですね。まあ、これにも、皮膚保湿剤って書いてありますよね。だから、この僕がね、ヘパリン類似物質を見せて、そこにはですね、血行促進とか、皮膚のね、保湿剤っていうのが、書いてたな、ということをね、ちょっと思い出してほしいんですけども、ちょっとすいません、水飲みますね。すいません。で、まあ、このね、まあ、浸水性っていうのは、まあなんとなくもうわかるとは思いますけども、まあ水とね、親しいってなってるんで、まあコトバンクっていうね、まあなんかいろんな言葉をこう、なんていうのかな、こうプールしてる辞書みたいなところがあるんですけども、まあ水分子と水素結合による弱いね、結合を作る原子団ということで、まあとにかくね、まあ水と近しいというようなイメージでいいんじゃないかなと。いうふうに思いますね。で、まあ、同じコトバンクさんを見ると、疎水器っていうのがあってね。まあ、これはなんとなくわかりますよね。これは、まあ、水と馴染みにくい、原子団だということでね。なんとなく、まあ、これはちょっと、まあ、試験対策プラス、なんていうのかな。まあ、常識的な部分としてですね。まあ、常識的というか、ちょっと、まあ、知識のね、幅を広げるという意味で、ちょっと押さえておいてください。で、次がですね、ポリエチレンスルホン酸ナトリウムですね。血行促進成分なんですけども、ただね、これも、ちょっとですね、やっぱり似たような名前のがね、何回かちょっといろいろ出てきてるんで、またそれを出すとちょっとごちゃごちゃになっちゃうんですけども、テキストを持ってる方はね、こういうので引いてもらうと、似たようなのがちょっと出てくると思うんですけども、だからあくまでもちょっと参考程度をね、まあ、とにかく出せるやつは覚え方をとにかく出していくっていうことで僕もやってるので、で、まあ覚え方がですね、まあお笑い芸人さんのね、堀さんっていうのがちょっと出してですね、堀、結構練習するんだっていうことでですね、まあ堀、
まあ、ここですね。練習する、まあ、練習するみたいな感じですね。まあ、そういうようなね、形で、まあ、血行っていうのがね、まあ、血行を良くするというのとかかってますんで、まあね、これは普通に覚えられるんだと、余計ややこしいっていう方は、ちょっとカットしてもらえればいいのかなというふうに思いますね。で、血行促進成分の次がですね、前回の動画でも出ましたけども、ニコチン酸、ベンジルエステルっていうことでですね、まあこれはね、ベンジルってなってますけども、まあ、そのベンジルアルコールでね、まあこの、まあ、このビタミンね、B3 と、この、ベンジルアルコールの、まあ、化合物だと。まあ、そういうような、まあ、意味だっていうふうにね、書かれているんですけども、ネット情報ですね。これは別に厚生労働省の手引きに書いてあるわけじゃないんで、ちょっとね、気になるっていう方はちょっと検索していただけると、そういう情報がいろいろ出てくるんですけども。で、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、前回の覚え方ね、内心ニコニコサンキューと。まあ、内心ニコニコサンキューだったら、まあ、あったかい気持ちになるよねと。それで、前回はね、その局所刺激成分の、まあ、音感っていうことでね、出しましたけども、まあ、その、あったかい気持ちになったらね、まあ、こういうところを温めたら、血行が良くなるじゃないですか。だから、まあ、内心ニコニコサンキューと。まあ、あったかい気持ちになってですね、まあ、血行も良くなるというね、2つ、ニコチン酸、ベンジルエステルはですね、こっちもこっちもあるよと、局所刺激成分の温感と、血行促進成分の両方があるよと、まあ、こういうのはね、もう試験で狙われやすいですし、まあ、あとは、なんていうのかな、ビタミン B3 は、内野心ニコチン酸と、まあ、これを含むものだと。いうことで、まあ、内心ニコニコサンキューですね。まあ、サンキューは B3 の3でしたよね。っていうのもね、こっちを抑えてた方がちょっと点になるのかなとも思うんですけども、まあ、両方ね、ちょっと抑えておいてください。で、まあ、前回も言いましたけども、今後出てくるね、需要競争保険薬では、このビタミンね、B3、B5、ビオチンなどと同じで、まあ、一括りで、皮膚や粘膜の機能の維持を助けますというふうに記載されていたので、ちょっとね、チェックしておいてください。で、まあ、これはね、もう血行促進成分でもおなじみのものなん で、ビタミン E は、トコフェと入ってるねということなん で、覚え方は、E トコ、A でしたよね。E トコフェって感じですね。これちょっとね、覚え方赤くなってますけど、まあ、いつも青くしてるんですけどもね。じゃあ漢方まで来たんでね、ちょっと一回切ってつなげていきます。はい。じゃあ漢方やっていきます。で、まあね、漢方は結局、二つしか出てこなくてですね、まあ、何々こうって書いてあるのは、まあ、結局二つだけなので、まあ、あんまり覚え方も出さなくていいのかなというのもあるんですけども、まあ、あとなんでね、これ貼ったかっていうのもちょっと、話していくんですけど、まあ、試運行っていうのがあってですね、まあ、知ってるとは思うんですけども、まあ、こういうものでですね、第2類医薬品ということなんで、別に登録販売者は扱えますと。まあ、あとね、もうこういうのも見ながら勉強してるとは思うんですけども、まあ、こういうね、添付文書にですね、してはいけないこととかね、相談することとか、まあ、なんか製品表示がこうなってるなとかね、まあ、こういうのがあると、よりね、理解しやすいので、もうやってるとは思うんですけどもね。まあ、こんな感じでね、ちょっと赤い感じですね。まあ、傷とかにね、良くて、僕も結構ね、子供の頃から使ったりしてる、まあ、結構有名なものなんだとは思うんですけども、まあ、これですね、試運行って。それでですね、まあ、これは、まあ、ひびとか赤切れとかね、霜焼けとか、まあ、こういうもの。で、こういうものの中にですね、自覚による、疼痛ですね。あとは、肛門裂傷とかですね。まあ、この辺に適すと、試運行ですね。今見せた。これは、そういう風な形に、まあ、痔にとかも書いてありますよね、これ。ちょっと書いて、見えますかね。やけど、傷、痔ってなってますから、
まあなんとなくちょっとこの辺と該当してますよね、被ってますよね。じゃあね、軽くさらっとだけちょっと復習していくと、この自覚って何だったかって覚えてますかね。で、自覚っていうのは、まあ、核って入ってるように、まあ、イボ字でですね、で、肛門の血管群が、部分的にね、拡張して、まあ、そのね、イボ状に、腫れが生じたものだと。で、内自覚とね、外自覚ですね。まあ、こっちが内自覚で、こっちがね、外の方が外自覚と。で、このね、内自覚の方は、直腸粘膜の方にできたね、自覚。内側の方はですね、自覚症状が少ないと。こっちの、外側にできてしまったね、外自覚の方は、出血や痛みを、生じやすいというところがちょっとポイントだったので、まあ、あとね、裂孔っていうのは、まあ、切れ痔のことだね、と。まあ、肛門の出口から、やや内側のね、上皮に傷が生じた状態だね、と。まあ、あともう一個あってですね、ここですね。痔瘻っていうのもあって、これはですね、まあ、肛門腺下に、糞便のカスが溜まってですね、まあ、肛門腺下っていうのは、肛門内部の、まあ、小さなくぼみなんですけども、まあ、この写真で見るとね、まあ、ちょっとくぼんでるという感じなのかどうかっていうのもあるんですけども、まあ、痔瘻に関してはちょっとね、まあ、こういうふうにグッと、入っているというふうなイメージをね、ちょっと持ってほしいんですけども、まあ、炎症とか化膿を生じた状態ですと。で、この痔瘻が進行すると、溢れた海によりですね、周辺の皮膚が、かぶれたりですね、赤く腫れて、激痛を生じると。だからこの内自覚っていうのは、自覚症状が少ないですね、ということでですね。まあ、これもちょっと張り替えていくんですけども、もうちょっとね、下のところだけ話をしていくと、まあ、これですね。この試運行は、湿潤ただれ、やけどまたは外傷のひどい場合、傷口が化膿している場合とかですね、広範囲の場合には不向きということになってますので、今から見ていくね、中央項も、ここの部分に関してはそっくりそのまま全く同じことを書いているんで、同じだっていうことはちょっと理解してた方がいいんじゃないかなと思いますね。じゃあこれね、いつまでも貼ってるとあれなんで、ちょっと外していきます。はい、じゃあ続いてね、見ていきます。で、中央項なんですけども、まあこれはですね、まあどっちかっていうと、まあ内見系のイメージですね。まあ、急性可能性皮膚疾患とかですね。まあ、括弧して、まあ、腫れ物の初期。まあ、ここの初期っていうのも大事なんですよね。葛根湯とかも、風邪の初期って書いてあるじゃないですか。だから、まあ、その後期とかね。まあ、そういう丸抜問題とかも出る可能性があるんで、まあ、あとは、内見捻挫に、まあ、適するとされているけれども、まあ、ここのね、ダメな部分っていうのは、さっきのね、試運行と、同じだと。まあ、ここもちょっと気をつけてください。で、まあ、試運行と中央行の、ま、二つなんでですね、いや、覚え方いらないよっていう人も、いて、僕もいらないかなとも思ったんですけども、まあ、ちょっと考えられるのはね、ちょっと無理してでもちょっとやってはいるんで、まあ、これはね、初めてで、内見可能ならっていうことでですね。まあこれ初期ですね。初めてで内見ですね。内を見ること。可能なら、ここですね。可能なら、中央突破できるかもしれないと。まあ、一応結婚ってなってますけども。まあなんで中央突破かっていうと、まあ中央項だと。いうことでですね。まあ普通はね、その1回目のデートでですね、住宅展示場行こうとか普通はなんないじゃないですか。でも、思い切って言ってみたら、あ、いいよいいよってなったら、これはいけるかもしれないと。まあ、それいけないかもしれないですけどもね。まあ、そういうような感じですね。ちなみに僕ですね、その、相当前ですけども、友達に住宅展示場にね、付き合ってくれって言われたことがあって、で、なんでね、その人は行きたかったかっていうと、そのハウスメーカーに勤めてた人なんで、なんていうのかな、その内装とかそういうのを見たかったらしいんですよ。でね、
一人で行きづらいっていうことで、まあ僕が行って、まあ営業の人来るじゃないですか。で、その僕がね、営業の人をこう、なんていうの、相手してる間に、その人がね、内装を見えるように、お前行け行けってやってたんですけど、その人も一緒になって話聞いてるわけですよ、営業の。で、後から言ったら、いや、なんか悪いから、私も話聞いてたとかって言ってたんですけども、いや、俺がこいつを引きつけてんだから、お前見ろよっていうね。まあ、そういうようなことがあったんですけども、まあ、それはね、余談なんでどうでもいいんですけども、まあ、中央校は、捻挫打撲、関節痛、腰痛、筋肉痛、肩こりに、用いる、貼り薬、ハップ剤とした、製品もあるということでですね、これもちょっとね、まあ、湿布とか、まあ、そういうイメージでいいと思うんですけどもね、押さえておいてください。厚労省のマニュアルでは、まあ、その他ってなってますけども、まあ、生薬ですね。で、まあ、抗炎症とかね、血行促進などの、作用を期待してですね、アルニカ。で、これは、キク科のアルニカですね。それで、覚え方が、まあね、自分は、まあ、引っ越してきたばっかりの人だっていうことをちょっとイメージしてですね、ここ結構公園あるのかと聞くということでね、まあここをですね、結構公園、まあ抗炎症ですね、あるのかあるにかと聞くということでね、まあこのここがないとね、結構公園あるのかっていきなり言い出したらちょっと変な感じもするんで、まあ自分が引っ越してきたばっかりですね、ここの団地って結構公園あるのかと聞くというね、まあちっちゃい子供がいるとかね、まあなんかその自分が散歩するとか、まあそういう目的だというイメージですね。で、次が三獅子ですね。これは、アカネ科の、口なしの果実を、起源とする生薬と。まあこれもね、なんか最近の問題だとなんかその根っことかね、果実とかね、なんかそういうのもちょっと出たりもしてるんで、まあすごい嫌な感じですよね。まああんまりそれ出しても意味はないんですけどもね、落とすためのね、ってなっちゃうとは思うんですけども、まあ一応だからね、ここもちょっと赤はつけてたんですけども。で、まあね、覚え方が、さあ、4×4 は、さあですね、さあ、獅子、さあ、獅子はと聞いたと。あ、わかんねえ。あかねえ。あ、わかんねえ。黙ると。まあ、口なしですね。結構好印象だったのに残念。とさあ、獅子、16でしょと。それもわかんないのと。何も言えないのか、口なしかと。結構印象良かったのに。ね、見た目は爽やかで、挨拶もしてくれて、でも獅子16も言えないのか、残念。ということでね。三獅子はちょっとこんな感じですね。もうね、何回も出てるこの大爆ですね。大和田爆さん。これはですね、まあちょっと細かく見ていくと、まあこれ胃の薬参照ってね、その厚労省のマニュアルでは書いてあるんですけども、まあみかん科のね、木肌またはうんぬんかんぬんって書いてあって、まあ木、まあ木々ってなってるとか、まあこんなね、細かいとこは出ないとは思うんですけども、まあ、あとはね、この周皮を除いた、樹皮を、起源とする生薬。まあ、周皮を含むとかね。まあ、この辺もちょっとね、なかなか覚えづらいところではあるんですけども、まあ、これを丁寧に覚えるっていうよりは、まあ、動画を見たね、記憶とか、まあ、テキストを読んで記憶がね、残ってるかどうかっていう感じだと思うんですけども。で、まあ、このね、大和田爆さんは出まくってますと。こんだけ出てますっていう感じなんで、これを全部ね、網羅した覚え方ってなると、相当強引になるわけですよ。何かの何だけだったらね、そこそこ簡単に作れますけども、何かの何で、どういう作用があるっていうのをね、入れていくと、やっぱ難しいわけですよ。で、その作用がこう4つもあると、その作るのも難しいわけですよ。でね、まあ無理に1から4をまあつなげるならですね、まあ
以前もね、ある程度出しましたけども、まあ、修練してね、権威のある、まあ、修練成分ですね、権威成分のある、大和田漠さんは、苦い顔で、なんで苦い顔かっていうと、苦味による権威作用でしたよね。みかんさんですね、お笑い芸人の、まあ、結構好印象なお肌を見ると。まあ、ここも入ってますからね、4番目として今回ね、血行促進とか抗炎症とかね。まあ、大御所はですね、目で殺すくらい、見透かすと。見ただけでね、こいつがね、どういうやつかということをね、見透かすということで、まあ、これがですね、まあ、抗菌とかね、まあ殺菌とか抗菌にちょっと入ってると。まあ、だからね、ちょっと、いずれにしても、まあ、大漠は、まあ、せめてね、このまあ、みかんか、大和田漠さんとみかんさんは、ちょっとなんか話してると。楽屋かなんかでね。で、まあ、あとは、大漠に関してはですね、まあ、とにかく出まくってると。ここはちょっとね、押さえておいた方がいいんじゃないかな、というふうに思いますね。まあね、これはもうちょっと強引に作ってるんで、これ自体がどうかっていう問題もあるとは思うんですけども、それでですね、日本薬局法秀才の、大幕末ですかね。これは、権威または、下痢止めですね。作用を期待して、飲み薬でね、使われるよと。まあ、胃の薬参照ですと。ただですね、概要では、大和田漠さんですね、大幕。まあ、大和田漠さんって言うと怒られますけど、まあ、大幕は、概要ではね、水でネリネリして、患部に貼り、内身捻挫に、用いられることもあるよということですね。で、4番目が、西洋土地の実ですね。これは地の薬ですでにやってますということで、まあ、厚労省のマニュアルには書いてあるんですけども、まあ、括弧して、西洋土地の木、種子ということで、まあ、種っていうことなんですけども、まあ、なんかね、根とか種子とかね、果実とか、この辺もなんか最近、ちょこちょこね、問題見てると出てるんで、これはちょっと、相当いやらしいなと思うんですけども、まあ、これはね、土地の木かの、まあ、土地の木。で、まあ、血行促進、抗炎症っていうことでね、まあ、西洋土地の実ですね。はい、すいません。これがね、ちょっと抜けてたんで、ちょっとね、編集し直したんですけども、まあ、これはね、土地の実立ちの木で、結構好印象っていうことでね、まあ、なんとなくね、なんか土地だけで住んでよかったみたいなね、建物は残ったみたいな、まあ、そういうような意味合いで、ちょっと覚え方としてね、ちょっと使ってみてください。もうこれは出したものですけどもね。まあ、こういう生薬成分が、配合されている場合があるよ、と。で、まあ、この後はね、そんなになんていうのかな、難しいポイントじゃないんですけども、まあ、意外とでもね、こういうところも、出たりするんで、まあ、さらっと見ていきますけども、まあ、まずですね、まあ、一般的な打撲捻挫への対応っていうことで、まあ、当たり前ですよね。まあ、ここは。まあ、患部を安静とか。まあ、この辺もまあ、当たり前ですね。なるべく動かさない方がいいとか。まあ、あとは、患部を冷やすと。で、この冷やすことによって、内出血を最小限にし、痛みの緩和が図られますと。まあ、あとは冷やすから患部が腫れてくるのをね、抑えるため、弾性包帯やね、サポーターで、軽く圧迫し、患部を、心臓よりもですね、高い、状態にしておくと、効果的とされるよと。まあ、僕の心臓この辺としたら、まあ、こういう感じですね。ちょっと僕の腕がこうちょっと高い位置にあったなと動画の。まあ、こういう状態が心臓がここだとしたらいいよというような感じでね、ちょっと頭に入れておいて、まあ、低くするとかっていうのがね、やっぱ出る可能性があるので、まあ、他はですね、まあ、一般的な湿疹、皮膚炎などへの対応と。まあ、基本的にはですね、毎日お風呂に入ったり、まあ、シャワーをね、浴びたりするっていうことを推奨してるんですけども、まあ、こすりすぎとかね、洗浄力の強い石鹸とかですね、
全身性洗浄剤、シャンプー等の使用は、避けることが、望ましいと。まあ、いずれにしてもね、やりすぎとか強いものっていうのはちょっとね、やめた方がいいよと。まあ、あとはね、その患部をかかないようにするとか、紫外線ストレス、発汗を避ける。まあ、皮膚への、まあ、刺激系を避けることが、まあ、大事だよと。受診勧奨ですね。で、この一般用の医薬品っていうのはですね、まあ、一時的にね、抑える、対処療法ですと。だから、5から6日間ね、使って、症状が治まらない場合には、医師の、診療を受けるなどの、対応が必要ですと。またですね、この一般用医薬品を使って、症状が抑えられた場合でもですね、ステロイド性抗炎症成分ですね。覚え方は、ステロイド酸存在にはしません。エステする。でしたね。ピンとこない人はね、ちょっと動画なりテキストをまた見てほしいんですけども、これね、インドがメタメタになってシーンとかね、まあなんか、増える日なくとかね、なんか、帰れないね、ロシアを思ってピロキシカムとかなんか一生懸命やりましたよね。捨てないで。非ステロイド。ステロにあらずだから非捨てないでとかね。まあこういう成分が配合された医薬品では、長期間にわたって、使用することは適切ではないと。ステロイドだけじゃなくて、まあ、非ステロイド性のね、抗炎症成分もですね。痛みが、まあ、すごいと著しいと。または長引く脱臼とか、骨折が疑われる場合にはですね、まあ、整形外科とかね、外科を受診するっていうことが、必要だよと。一般用医薬品をね、継続的に、ずっと使ってるんではなくてということですね。まあ、あとは毎回のように出てますけども、慢性とかね、広範囲にわたっているような、場合にはですね、感染症とか内臓疾患、免疫機能の異常などによる可能性もあり、これもね、医療機関を受診する、まあ、必要があるよと。特にですね、アトピー性皮膚炎は、この一般の生活者がね、自己判断で何とかしようとするっていうこともあるんですけども、まあこれはですね、お医者さんによるね、専門的な治療をね、要する病気なので、まあ一般用医薬品でね、対処できる範囲を超えているので、まあ僕ね、アトピー性皮膚炎で、大学、とある大学病院のね、先生の講演を聞いたことがあるんですけども、まあ最近はね、昔で言うとこのアトピー性皮膚炎って、その元となるね、なんていうのかな、物質とかね、原因とかを全部取り除く、排除しちゃうっていうことなんですけども、最近のアトピー治療っていうのはですね、この徐々に慣らしていくということがね、もうメインになってるということは言ってましたね。まあそういうことはあるんですけども、まあいずれにしてもね、そのお医者さんが、専門的知識がある人がね、見るものなので、まあそのね、医薬品のね、まあプロ、まあ登録販売者とか、その薬剤師さんとかはですね、まあ、医療機関への受診を促すことが、大切ですよ、ということですね。まあ、あとは、異常を生じている部位とね、皮膚のかゆみに、かゆみや痛みにですね、現れている部位とは、必ずしもね、近接していないこともあり、だから例えばね、なんかここが赤いけど、ここがね、必ずしも異常があるわけじゃないと。もうちょっとね、遠い場所。ここが赤いからこことかね、例えばここがとかじゃなくて、もうちょっと遠い場所がね、おかしいという場合もあるので、原因がはっきりしない、かゆみや痛みについて、容易にですね、一般用医薬品による、症状の緩和、まあ、いわゆる対処療法を図ることは、適切ではないよと。いうことですね。それじゃあね、過去問をやっていきます。お疲れ様でした。はい、じゃあ過去問をやっていきます。これはですね、平成30年度の山口県の問題なんですけども、外皮用薬のね、配合成分に関するまあ問題なんですけども、A がですね、
非ステロイド性抗炎症成分は、プロスタグランジンですね。痛みのもと、グラグラジンジン、痛みのもとの、酸性を抑える作用を示すと。これはどうですかね。これはね、ちょっと画面を変えていくとですね、この非ステロイド性ね、抗炎症成分について見たときに、これはですね、分子内にですね、副腎皮質ホルモン、括弧して、ステロイドホルモンと共通する化学構造を持たず、プロスタグランジンの酸性を抑える作用を示す成分だというふうに書いてあるので、ただ、このステロイドホルモンと共通する化学構造は持たないと。ここが非ステロイド性抗炎症成分だというふうにね、押さえておいてください。だからこれは丸ってことですね。じゃあ、B はですね、皮膚に温感刺激を与え、末梢血管を拡張させて、患部の血行を促す効果を期待して、ユーカリ油、ユーカリ油ですかね、が配合されている場合があると。これはどうですかね。これはですね、その、ユーカリのね、ついて、僕が解説したときにですね、そのパンダを出して、まあ、パンダがね、ユーカリの葉っぱを食べるっていうのはね、わかるとは思うんですけども、この、太ももかっていうところでね、まあ出しましたねと、ユーカリはね。で、どういう覚え方だったかっていうと、まあ太ももがね、太いパンダが、ユーカリの葉を食べていたら、滑ってね、冷や汗をかいて、刺激を受けたっていうことで、局所刺激成分の、冷感の方だったので、これはね、×ということでしたよね。で、こんなパンダも登場しましたよね。っていう感じですね。だからこれは×と。まあ、この温感刺激系っていうとですね、まあ、カプサイシンとかね、ノニル酸、ワニリアルアミドとかですね、ニル、ワニをリアルにとかね、ニコチン酸、ベンジルエステルですね。まあ、これは温感と、あとですね、血行促進、両方でね、出てくるものなんで、ちょっと注意しておいてください。最後 C がですね、損傷皮膚の組織の修復を促す作用を期待して、アラントインやビタミン A 油が配合されている場合があると。これはどうですかね。これは、アラントインは、あら、壊れた問い、治ってるでしたよね。で、まあ、ビタミン A に関しては、まあ、ドライアイでできたね、まあ、傷とかをこう修復すると。まあ、そういうようなこともね、実際に書かれてますので、いろんな情報でね。まあ、ビタミン A は夜盲症にいいとかね、まあ、そういうのも出てますから、まあ、あとビタミン A に関しては、まあ、4000国際単位と、まあ、その妊娠を境にしてね、3ヶ月前と、妊娠あと3ヶ月っていう部分と、まあ、あと1万国際単位ですね。これの部分も、ちょっと押さえておいてください。だから、まあ、これは丸ということなんで、丸×丸っていうことでですね、4番が正しいということですね。はい、じゃあもう一問過去問やっていきます。これはですね、平成29年度の東京の問題なんですけども、じゃあ A から見ていきますかね。ヘパリン類似物質は、小正面に浸透してですね、まあ、その部位を通っている血管を収縮させることにより、止血効果を期待して用いられると。まあ、これはもうわかりますよね。まあ、ゾリンとかドリンとかね。まあ、そういうアドレナリン作動成分が、こういう効果があるということなんで、今回話した中だと、ナファゾリン、塩酸塩でしたねと。だから、まあ、これは×ですねと。で、まあ、これはですね、あれ、現物見せましたけども、まあ、血行促進とかね、まあ、あと、皮膚の保湿剤なんてなってますけども、まあ、項目としてはですね、血行促進成分っていうことでね、紹介されてましたので、いずれにしてもね、
止血ではないということですね。じゃあちょっとね、先に D から見ていくと、酸化亜鉛は、患部のタンパク質と結合して、皮膜を形成し、皮膚を保護する作用を示すと。患部が、湿潤または、可能している場合に用いるというふうにあるんですけども、これはどうですかね。これは、酸化したけど会えなかったということでね。まあ、がっかりしちゃって、まあ、自分の殻にね、閉じこもって、まあ、これですね。こっち。こんな感じですね。ここ。まあ、殻に閉じこもると。膜を張るという部分で、これはいいんですけども、この患部が、湿潤または、可能している場合はですね、まあ、あと深い傷の場合は、かえってね、症状を悪化するので、これはダメだよということが書いてあったので、後半部分が×ということですね。まあ、あとは、非ステロイド性抗炎症薬は、喘息の副作用を引き起こすことはない。これはどうでしたかね。これは、ありましたよね。だから、喘息発作を誘発するため、まあ、喘息をね、起こしたことがある人では、使っちゃダメだよというのがあったので、これもちょっとね、×ということで、C が、ピロキシカムは、抗線過敏症の副作用を生じることがあり、野外活動が多い人では、他の抗炎症成分が配合された製品を、選択することが望ましいと。まあ、これね、もう選択肢の中に全部×っていうのはないんでね。まあ、これはもう丸しか当然選択肢上もないんですけども、じゃあですね、まあ、ピロキシカムは副作用として、抗線過敏症を生じることがあるということでしたけども、ケトプロフェンですね、ケトプロフェン。そのね、お風呂で、毛がね、脱毛がひどいと変だということでね、まあ焦ると。これに関してはですね、重篤な副作用として、アナフィラキシー、接触皮膚炎、抗線過敏症を生じると。あとは、副作用としてですね、まあ、腫れとか刺激感とか水泡とか、まあ、そういうような感じがあったので、ピロキシカムに関しては、副作用として抗線過敏症を生じることがあると。ケトプロフェンに関しては、稀に重篤な副作用として、抗線過敏症、アナフィラキシー、接触皮膚炎を生じることがあるっていうことなんで、まあ、このね、お風呂で抜け毛が変だと、ケトプロフェンの方がね、まあ、重篤なものがあるということも、ちょっとね、頭の片隅に、入れておいていただければいいのかなと。で、いずれにしても副作用っていうくくりだと、ケトプロフェンもピロキシカムも抗線過敏症はあるよと。ケトプロフェンは重篤なが入ってるよということでいいんじゃないかなというふうに思いますね。今回はね、こんな感じになりましたので、まずね、だいぶ動画も出しましたけども、まあなんとかね、マイペースで、ちょっとずつでもね、増やしていきたいと思ってますので、ね、今コロナで大変ですけども、頑張っていきましょう。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。